林を抜けて。ストーリー、さくらやすひこ。出演、清水梨沙。橋のかかっていないところがいいと思いました。もちろん、トンネルでつながってもいない。そんな島にすると決めていました。今の私には、本土から切り離された場所が必要でした。それほど気安く行き来のできない島。車でも自転車でも徒歩でも行けない。船でしか渡ることができないということが、私の気持ちと立場を少しだけ助けてくれるのではないかと勝手に思い込みながら、そしてそんな場所に向かう自分に軽く酔っていました。フェリーから見える瀬戸内の海は少しも悲壮感がなくて、穏やかで暖かくて、擦り切れささくれ立った私の中の何かを静かに撫でてくれているような、そっと手当てをしてくれているような感じで、期待していた結界となるような強さも拒絶もなく、どちらかといえば曖昧に甘く開けた優しさばかりでした。同じフェリーに乗り込んだ観光客たちも一様に目を細め、わずかに笑みをたたえながら閉じた海を遠い目で眺めては、スマホの電子的なシャッター音を響かせ、時折満足げに空などを見上げたりしていました。そんな風景の中に私も溶け込んでいるのかと思うと、それも存外悪くはないのかもしれないと考えました。乗船する前から私の左手をぎゅっと強く握りしめたままの小さな右手は、少し汗ばみながら石くれのように固く閉じられたままでした。その小さな手と同じように固くなに結ばれた口元は、唇が白くなるほど舞一文字に閉ざされ、一切の言葉も発することはありませんでした。そして、その小さな二つの瞳は、海面が照り返すいくつもの光の粒を怒ったように凝視したまま、決して私を見つめることはありませんでした。もう一方の腕で抱きかかえられた手足の長い薄汚れたゴム人形の瞳だけがキラキラと私を見上げ、その口元は小さく微笑みを投げかけてくるのでした。私の手をしびれるほど強く握りしめ、土器をはらんだ瞳で光の海を凝視する、柔らかくて甘い匂いのするもう一人の小さな私。この子は今の自分の境遇をどう思っているのかということは、私の左手が痛いほど感じていました。あと数分で島に接岸するという時のことでした。フェリー乗り場の少し先に、山というよりは小高い丘のようなものが見えてきた時のことでした。固
く握られた小さな手のひらから力がふっと抜けました。私はそっと小さな横顔を覗き込みました。その丘の緑のせいなのか、小さな二つの瞳にあったトゲトゲしさがほろほろと抜け落ちていくようでした。私の瞳からも何かが流れて落ちてゆきました。私はあの丘の近くに部屋を借りようと思いました。丘に至るまでのあの林の道を抜けて、この子と手をつないでずっと一緒に登っていこうと決めていました。その淡い淡い緑色のオリーブの林の先にある何かを探しに。